ではここで映画祭の顔といえますフェスティバルミューズをお迎えしましょう。第32回東京国際映画祭、見どころを一緒にご紹介させていただきます。今年のフェスティバルミューズは今をときめく女優の広瀬アリスさんです。皆様、後方右手の扉ご注目ください。どうぞ大きな拍手でお迎えください。広瀬アリスさんです。まずは一言ご挨拶をお願いします。はい、フェスティバルミューズの広瀬アリスです。本日お越しいただきありがとうございます。よろしくお願いいたします。 Hello everyone, I am the Festival Muse, Alice Hirose. Thank you everyone for coming to the opening ceremony. さて、今年の映画祭もですね、はい、魅力的なプログラムをたくさん用意しているんですけれども、はい、まずオープニング作品、はい、こちらがまあ、男はつらいよ、おかえり寅さんでして、もう50作目なんですよ。はい、すごいですね。そしてガラスクリーニング作品が須藤正幸監督久しぶりの最新作の活弁、まあ、この2作をプレミア上映いたします。見たいでしょ。そうです ね、特に男はつらいよは両親もすごく大好きですし、渥美清さんが亡くなっても20年以上ですもんね、はい、その中でこうやって新作が上映されるっていうのは今までやっぱ考えられなかったことなので、とても不思議な感覚になっています。And I would love to see these films. And Tora-san is a film that my parents really loved so much. And I know that the main actor playing Tora-san passed away about 20 years ago. I never imagined that the series would have a new film. さあ、続きまして上映部門、さまざまな期間中のイベントをご紹介しましょう。皆さんもスクリーンご注目ください。これちょっともう読めないぐらいさまざまな部門イベント開催中にあるんですけれども、はい、広瀬さん、先ほどちょっとご覧いただいて、はい、どれ気になりました？そうですね、私はアニメーションが大好きなので、やっぱりジャパニーズアニメーションとても注目しています。Yes, well, I love Japanese animation very much, so that is one of the sections that I'm quite excited about. それはね、非常にいいところに目をつけているんですよね。本当ですか？というか、今年からこのジャパンアニメーションの部門は部門化されまして、で、日本文化のアニメーション VFX をより世界へと発信していこうという企画特集でございます。で、国際的に評価されるきっかけになった作品の上映や歴史的な発展の総括も試みるということなんですが、はい、今回上映される作品群、お好きなアニメありました？私はアキラがすごく好きですね。アキラ、はい、アキラって50代のおっさんが好きな映画ですよ。そうなんですよね、でもこういうテイストのものがもともと大好きだったので。あら、はい、そうですか。お願いします。 So she is a great fan of Akira. Mr. Kasai was saying, well, that film is loved by the Ojisans, the old middle-aged men in their 50s, butShe says she loves that kind of taste of film very much. さあ、そしてですね、さまざまな文化とコラボレーションをしまして、東京国際映画祭にプラスするという特別企画、TIFF プラスご紹介しましょう。今年度は NTT ドコモとの特別企画を TIFF プラステクと称しまして、バーチャルライブをいち早く体験できるイベントを実施いたします。5G による最先端技術の体験イベントも開催されますが、広瀬さん、いろいろと概念図なんかをご覧いただきましたけども、はい、分かりました？よく分からなかったですね。早く体験してみたいですね。全くその通り。これ ね、説明されても分からない。この 5G のライブ映像体験って、本当体験することによって、あ、これから未来ってこうなるのかっていうことが分かるので、ぜひ皆さんも体験してみてください。そして映画といえばやはりコンペですよね、はい、後ほど詳しくご紹介させていただきます。さあ、それでは広瀬さん、最後になりましたけども、はい、フェスティバルミューズとしての意気込み、どうぞお話しください。はい、そうですね、世界各国からたくさんの映画が上映されます。それはすごく素敵な時間だと思っています。私はフェスティバルミューズとして今日から最終日までこの東京国際映画祭を盛り上げていきたいと思っておりますので、
皆様ぜひ楽しんでいってください。ありがとうございました。So I think it's going to be very wonderful and amazing because we are going to have so many various films from around the world. I'm very excited about that. And as my role as festival muse, I would like to support and create excitement as well. Thank you very much. Thank you very much. 第32回東京国際映画祭フェスティバルミューズの広瀬アリスさんでした。盛大な拍手でお見送りください。Thank you very much, Ms. Alice Hirase.素敵な花道が用意されている舞台構造となっております。